松金組若頭羽村恭平はモグラと通じている。モグラ。その仮説を裏付けるかのように矢上は行く手を阻まれる。中尾明さんだね、語りは。町中に張り巡らされた羽村の監視網は予想を超えて根深い。孤立無援の矢上へわずかに差し伸べられるって。ほら、味方が。だが誰だ。夜はまだ明けない。モグラ、真犯人モグラを。どうした。チャプター3、ピストル強盗。ピストルが奪われるのか。もうネタバレじゃないこれ。3章で起こる最大の顛末を全部教えてもらった気がするんだが、まあいっか、まあいっか、気にせずやっていこう。ねえ、無実にしてあげたのに羽村の頭、俺に牙向いたから。仮面持っていかんのかい。あれ手がかりなんじゃないの、さっきのやつの。持ってきよ、あの仮面。指紋で。ターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。俺がターボですね。町中しらみつぶしにしろ。撃て銃で。仮面のガキ決まってんだろ、あいつもでバカ野郎。投げた、携帯を投げた。高いのに。シャーン。誰に連絡。沙織さん、沙織さん、早く出た方がいいぞ。海藤さん、海藤さん、今松金組に見つかるとまずい。海藤さんなら返り討ちにしてくれるでしょう。今割れた音したよね。取り込み中か。取り込み中か。あ、アモンさんついてるからちょっとバツなギターの方が。海藤さんが事務所にいたらまずいな。松金組の手が回っているはずだ。うん、行くか。生放送でね、やるときあるストーリーをね、重視でやっていきます。この間ね、前の放送でやったときさ、ピンボールを途中でね、ミニゲームやったんだけど、ピンボールのね、音楽がね、著作権に引っかかってね、本編は大丈夫なんだけど、それでね、大変な目にあったので、とりあえずストーリーを重視でやっていきます。で、ミニゲームするときはミニゲームする回を作りますね。そういう感じで、じゃメリハリをつけてやっていこうと思う。まあ、ストーリー気になるしな。一体誰がモグラなのか。入りまーす。カイトさんおるかな。そう、ピンボールのとこね。ピンボールの音楽ダメだったらしい。ピンボールのルールも結局わからんまま終わったし、ピンボール。散々です。戻る。街ぶっ壊そう。めっちゃぶつかる。相手から避けろと。え、むちゃくちゃだ。よう。強い。ターボ。あ、鼻血がすごいよ。ヤガミか、久しぶりだな。強キャラか。お前アズマ東か。そっち。アズマ鉄。俺はアズマと呼ぶ。松金組の東。海藤さんが組にいた時可愛がってたしゃって。そうなん、可愛がってた。待ってね、オッケー、よし。可愛がってたんだ。頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。ああ、あの人は相当モグラに触られたくないらしい。共犯だもんね。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ、うん、ますます手を引く気なんてないね。仇の出る幕じゃねえんだよバカが。強そう、この人。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか、頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろ。言ってやれ。頭は芸祭すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ、怪盗の兄貴。こいつは。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。やんのか。そうでしたね。手下連れて帰れや、東。ええ、今日のところはそうします。やっぱあんたに手出すときはこっちも殺す覚悟でいねえと。捕まるよ。なら次が楽しみだな。もういい、行け。龍が如くシリーズ結構人死ぬからね。今作でも人バンバン死ぬかもしれん、もしかしたら仲間とか。怖い。前にも言いませんでしたっけね、ミニレセイン。薬病神を略してヤガミです。そうなん。すぐに手切った方がいいですよ。
え、そういう由来なの？東よ、少し見ないうちに悪い顔になったな。ほら目つき悪いよ。うるせえよ。あ、気にしてたんだ。激凛に触れてしまった。タボ、むちゃくちゃだ。東をつけてきてくれねえか。弾取ってくればいいの？俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。別人なんだ。さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰かわからなかった。お前の言う通り悪い顔になってた。わかった、行ってくる。片付けは小倉の件とは別だ。お、依頼料は払うぞ。ほんま？そんなのいるわけないだろ。いらねえよ。それに羽村の情報も手に入るかもしれないしな。いらないよ、海藤さんがお金取れないよ。でもどうしてもくれるってんだったらもらうよ、それはね。おっと、ご好意に、ご商売に預かるつもりではいる。考えといてくれ、頼む。お金がないんだ。お金どんぐらい持ってる？お金は87,000円。心もとない。でも欲しいよね。もらえるもんはもらっとけ。金、あの、誰だ？出る出る。もしもし。カイトだ。不幸よ。こっちの窓から東が歩いてくのが見えた。不幸よ。あいつは今一人だ。もう中道通りを右に折れてった。痛々しい。中道通りを右だな。わかった、頼んだぜ。いつでも不可のつもりなのかな、ね。今週はこれで過ごすみたいな。意地ってやつですか。東を尾行する。東と東わかんないよね。あったやん、さっきあったやん。一括で頼む。話は小分けにせずね。さて、俺の大得意な尾行が。徒歩で帰るんだね。やってやっか。尾行の途中2、3発殴ってもバレんだろ、仇討ちで。どこに隠れればいいの？隠れる場所なくない？ここだー。せい、あれは違うよ。見えない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 、人で見えない。違うよ。ほっ、危ない。次はどこに隠れればいいんだ？ここだ。さ、いや見えてるだろ絶対。絶対見えてるだろ。いや、気のせいか。気のせいだな。さっ、怪しすぎる。怪しすぎるだろ、見えてるし。いや見てるだろ絶対。目合ってるよねこれ絶対。隠れるときガシャン言うし。大丈夫。奴の視力はとてつ極端に悪い。俺が誰だか分かってないはずだ。まったく。大丈夫。今だ。つい。大丈夫だ。この角度。なんだよ。なんだよ。なんだよ。どうしたどうした。わかった。すぐに行く。気にすんな。行け早く。もろ見えだろこんなの。よし、なになになに、ちょっとなに、なんで走った？やめて、怖い怖い。隠れる場所確定してからだよ走るの。大丈夫大丈夫。見失わなければいいんだ。見失わなければ。近づきすぎはせん。怖いよ怖いよ怖いよ。ちょっとちょっとちょっと、ちょ、シュ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 。よし、うまくない？完璧。見て見てるしゃい。待て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 、コメント見てる場合じゃない。待て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 、ドキ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 、待て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 、あー、ちょっと待ってくれ、間違えてくれ、待っ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 てくれ、あっ、気づかれた。気づかれた。違う、あれなんですよ、あの車に隠れようと思ったのに。クソリトライ。
待ってくれ待ってくれ、大騒ぎ大騒ぎ、違う違う違う、声がでかかった申し訳ない、叫びすぎ。いや違うんだよ今。これ最初からもしかして違うよね、途中からだよね、最初からじゃないよね、途中からだよね、お願いだよ、途中からで、あ最初からだ、くそ、やっちまったね、くそ、あー初見ですよ、いらっしゃい、行くしてんだね。あー違うのに、あの車に隠れようと思ったら車隠れる場所なかったんだよ、あれ判定がなかったんだよ、車の後ろダメか、あの赤い車は、行けると思ったのに、なるべく近場で俺は見たかったんだよ、やつのあれを、はいっと、俺はよしよし完璧、結構あれだから丸ボタン連打しながら入ればいけるから、目は張っとるけど、よしちゃんとね隠れる場所を一個一個把握していこう、それが尾行のコツです、人間の後ろに隠れつつね、じゃ振り向かないんじゃない、多分近く、気持ち悪いスライドでちょっとずつニュルニュル出ているが、気のせいだよ、お前恨みは忘れんからな、お前の恨みは、もうまさか最初からとはいて、これジグソーの続きだよ、そう正解、大丈夫、なんだよ、走るぞ、これから走り出すからね、わかった、すぐに行く、パート15からの続きなんで動画見てね、滝とジグソーの続きだよ、パッ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 、お、オッケー、イエーイ、ウェイイーウェイウェイ、大丈夫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 、よし完璧、隠れる場所は俺は把握した、ちゃんと把握した、ちょ怪しい見えとるし、その隠れ方おかしいだろ、やべ見失った見失った、どこビビビビビ、あもう終わりだったじゃん、クソ終わりだったとこで死んだのか俺、兄貴下手すぎる尾行、あのこいつらがなんだてめえ、何しとんねん、うせろ、こいつやべえ、なんで、ち行くぞ、どこどこの誰誰だみたいな、やばさ、ありがとうございます兄貴、ありがとう、あいついい兄貴だな、ちょっと見直したわ、単純ああまだか、見失ってないじゃん、視力悪い問題が発生してる、じゃん、あいあい、お全然だな、おい、あい、さん、いやこれ絶対、あばばばば、危ないバカ、ぶつかんな、気をつけろ、すみません、絡むんじゃないよ、長いな長いな、もうやばい、これ隠れる場所ないんじゃないの、なんだ、大丈夫大丈夫、なんでもないよ、危ない危ない、すん、やばい、この看板じゃなかった、隠れるところ引き寄せられた、こっち側に左にヒュン、謎の引力が、横から引力が働いたけど、まあ結果オーライだろう、まったく、ふん、耳、あれれれ、そういうことね、
何コンビニの中に入ったんだろう。よし、よしやってないじゃないか。何を嘘つくんだ。見失ってないだろう。店内でなんだその動きは。コンビニの中でやめろそれは。バカ野郎、危ない。こっちに来る、こっちに来るぞ。待って、あーこっちに来るぞ。あーちょ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 、危ない。あーびっくりした。あーちょっとどうしよう、隠れる場所ないです。こっち隠れる場所ない、こっち隠れる場所ないので、こっち隠れる場所ないので、ちょっと待って、あーちょっと待って、よし、危ない危ないよ、こっち隠れる場所ないから。バカー、お前こっち来んの、こっち来んの、どうすれば、気づくない、私に気づくない。違うぞ、俺は違うぞ、隠れろ、危ない。走っていたのに、なんで気づかない。あ、ごめんなさい。目の前走ってたのに、なんでバレたことになってないの。すれ違ったのに。尾行って言うと知る、すれ違わないからね。危ねえ、ゴリ押せた、危ねえ。こっち来るなんて知らんやんけ。そんなん知らんよ。こっちに来るなんて。ああ。すれ違った。おお、オッケー、危ない、危なかった。目の、あ、ゲームコーナー、シャルルだ。何それ、ゲームしに来たの。似てる人と思ったのかな。危ない。カイトだ。はい。東は公園前通りのゲーセンに入ってった。心当たりは。ゲーセン、ああ、シャルルって看板が出てる。シャルル、昔俺が組から任されてた店だ。今はあいつがやってるってことか。そうなんだ。ヤクザのやってるゲーセン、裏カジノ。実は裏カジノとか。スパちゃん、いや、たまにヤバい取引の場所に使ってたがよ。普段はガキでも入れる普通のゲーセンだ。分かった、なら俺も行けるところまで行ってみる。おう、ちょっと待てよ。え？そこまで広い店じゃねえんだ。お、店入る前に変装してった方がいい。最初からしろ。なるほど、変装か。最初から。分かった。やった、また戦争じゃない。変装ができるぞ。トポトポさん、ありがとう。メリクリです。ありがとうございます。ね、スキル、あ、スキルもなんかいろいろ覚えれるじゃん。アビリティ、体力アップ。今何本ある？ 2300。全然じゃん。2300だから貯めとくか、もっと。アイテムって、変装。どうしようか。作業服だな。嘘だろ？目立つだろ、これ。ゲーセンに作業服。いや、でも目立つやつしかないよね、これ。待って。俺悪くないよね、別に。これに関しては。だってね、今着替えることなんでなの？さっきできたじゃん。まあいいか。いや、これおかしいって。作業、がっちり作業服で来ないでしょ、だって。ゲーセンに。お、これ引けるんじゃないの、ガチャ。カプセルトイがある、懐かしい。ガキの頃思い出すな。デコレオーシャン、シーズン1回半分か。はい、買います。回す。ガチャガチャ回す。ハリセンボン、ほう、もう一回回す。大人がいいだ、大人がいいだ。タイ、魚か。別になんか惹かれるものはないな。なんかデコってあるし。おお、シークレット、あ、シークレット、メガロドン、いいんじゃないのこれ。シークレットだって。何しに来たんだ俺は。ガチャぶん回してきたのか。ハリセンボンかぶった。3回目でもうかぶった。マジか。いや、もっともっとくれ、頼む。お金あまりじゃないんじゃなかったの。ハリセンボン、ハリセンボンしか入ってねえじゃねえか、このガチャ。ダメだろ、入ってねえじゃねえか。
一回300円だからさ。サーモン、なんか毒入ってそうなサーモンだな。色が、もう一回タコ欲しい。サーモン、なんすごいな。コンプしたいな。でもコンプしたらなんか実績解除できそう。トロフィー、はい。これ事務所に飾れんのかな。マグロ、マグロあれじゃねえ、シークレットじゃないんだ。シークレットってメガロドンだけかな。どうだ、フグ。おお、色がやばい、毒ありそう。あ、羊まいまいさん、メリークリスマス、ありがとう。スパチ、ありがとう、ありがとうございます。とりあえずあのプレステ4の、 あの充電器買おうと思う、速攻で。放送終わったらちょっとアマゾンで注文するわ。ガチャ回す。マグロ、はい、もういいです。てかあれだ、俺ストーリーをやるって言ったじゃん。ストーリー頑張るって言ったのに。今回はストーリー重視のやつだから、放送はあ。いや、このゲーム面白いよ本当に。かぶりすぎだ本当。作業服、あ、だいただいてる。あの100円飲まれちゃったんですけど。後にしろ、今仕事の話中だ。嘘。でも、うるせえ、あっち行け。行った。悪かったな。よかったらこれで遊んでってくれ。やった、いいの、優しい、ありがとう。優しいけど、なんだ。いいやつか。僕に入ってったぞ。俺も入らせろ。東の様子を探る。おい東出せ。俺もそこ入るな。おい、お何やってんだ。そこは入るな。なんで入んなっつったろ。てめえ、なんで。いいじゃん。よくないけど、絶対子供好きなのかね。シャルル店員、何度、なんと持てるものある。あ、持てた、やった。あーん、おらー、店員にはこれだ。俺は不良店員め。100円返せ、100円返せ。まったく、ふう、気づか、出てくるだろ絶対。東出てくるだろ、こんなことしたら。すごい音が鳴ってるけど、出てこい東、逆にどっこい。あ、あ、東さん、妙な野郎が。行くんじゃねえ。ヤガミ、てめえ俺をつけたな。うん、つか、狭いな。なんて格好してやがる。まあそこはそっとしといてくれ。100円の恨み、何のつもりだ。何しに来た。東さん、海藤さんがお前を心配しててね。心配だと。自分を慕ってた射程がすっかり別人みたいだってな。悪い顔になったか。そうだ。当たり前だ。俺はな、極道なんだよ。いや、悪ぶってるだけだろ。悪ぶってる。はあ、はあ、さっきお前が子供に見せてた顔、見覚えがあるよ。あれが本当の顔。やっぱり根っこは変わってない。海藤さんを兄貴って呼んでた頃から何もな。今も兄貴って。なら確かめてみるか。おっと、喧嘩はもういいって。どうしてもって言うならすぐに出てくよ。腰抜けが。相変わらずだ。なんか事情があるのかな。俺らが最後に会ったのはストレートに聞き、もう1年前か。1年か。海藤さんが破門にされた日、あの時お前は泣いてたよな。見たい、そのシーン。お、見れるんだ、やった。なぜ破門になったのか、そのシーンが。若い頃の海藤さん見たいね。1年前だけど。まだあの派手なシャツを着てなかった頃だね。あれどこで買ったの、あの服は。マジでユニクロとかにあるの。あ、1年前、松金組事務所。神ヤクザの金庫が強盗に襲われる。ヤクザの金庫、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。すごいな、それ。その日、
事務所の当番だった海藤さんもそうだ。この負荷まさか取られた組の金は1億。1億さすがの海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。そうなん？指が！てめえら何やってんだ。あ、親父。責任者にけじめつけさせてるとこです。親父、指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。痛いよ指は。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあ、その指一本で1億ですか。ダボ、なんでお前が。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。見る。1億の小指だろ。落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ。笑えるだろターボ。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。確かに。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ、海藤は。今日限り破門だ。そんな、海藤の兄貴が。泣いちゃうよ。親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね。こうするほかねえって。ピンクピンク。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に？ずいぶん手回しがいいな。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうことじゃねえ。じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、波紋だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。おお、よかった。あ？何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。いいぞ、トロカリ方。でももう海藤さん片木ですから。野良ゴリラです。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを片木だとそう言ってんですよ、頭。どうぞ。痛いぞ指は。多忙。いらねえことすんな。え、海藤さん。痛いよ。こいつは男のけじめだ。痛いよそれは。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤。海藤、もうてめえは子分でもなんでもねえ。グロいから。俺は片木の小指なんざ受け取る気はねえぞ。おー、よかった。親父、汗がすごいよ。あ、怒ってる。毛穴がすごい見える。指詰めるのかと思った。痛いよ絶対。切っても病院に持っていけばつけてもらえるの、あれって。組長と書いて親父と書きます。顔の。あの時親父は兄貴を助けたくてお前を連れてきたんだろう。だがもうあの状況だ。波紋は避けようがなかった。1億盗まれたって。それでお前はできる限りの弁護をしたってわけだ。弁護士ですね。おかげで頭にはずっと目つけられてるよ。でもお前はうまいことやったな、東。頭に取り入って出世したか。このゲーセンも前は海藤さんが仕切ってたって。てめえに何がわかる。切れた。動揺してるな。痛いところ疲れたってわけか。今の松金組は全部頭が牛耳ってんだよ、うん、海藤の兄貴がいなくなって親父は少しずつ勢力を崩されてった。兄貴さえ組に残ってりゃこうはなってる。お前はそれを見てただけか。頭が組を乗っ取ってる間ずっと。切れるよ。たった一人で何ができんだよ。
言うはやすしだ。そうだな。入ります。じゃあ、お、そういえば松金組から取られた1億、あれどうなった？どうなった？くれ俺に。金は戻らずじまい。犯人も逃げたきりか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。だよな。羽村の頭が盗んだんでしょ、どうせ。どう思いますか、みんな。あ、終わった。絶対計画強盗ですよ。事務所に戻るか、回答、あ、ケースファイル。はい。さっきのやつだよね。殺意化されたと。